おお。レガキン TV、レディゴー。ブン、ハロー YouTube。どうも、レガキンです。いや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 いパッ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 、いや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 い。見てください、サーモン寿司です。レガキンですね、とにかくサーモン寿司が大好きで、ずっとサーモンと一緒にいたい、サーモンを身につけていたい、ということで、今日やるのは、こちら。ブシッ、パン、ポン、シコーン。お湯丸で、サーモン寿司のアクセサリー作り。今日はですね、お湯丸でサーモンのイヤリングを作りたいと思います。それじゃあ早速お湯丸を開けてみたいと思います。すげえカラフル。ちょうどサーモン色がある。酢飯はやっぱりこの白でしょ。あ、すげえ。これが普通の白ね。で、これがほらキラキラしてる。これをちょっと入れることによって油の感じ出せんじゃない、サーモンの。今熱湯にお湯丸を入れました。まずこれでサーモン作りですね。油を表現するためのこのキラキラも入れます。じゃあ早速お湯丸を取り出したいと思います。だいぶ柔らかくなった。あ、すごい、もうふにゃふにゃ。これをしっかり今水気を取ります。もうくっついてる。あ、でもまだ触れる厚さ。すげえ。これが本物のサーモン。こういう感じね。あーあー、セーフ。油の感じサーモンっぽくない？サーモンっぽい、サーモンっぽい。どうだろう、サーモンっぽいんじゃない。ハサミでこう斜めに線を入れてきます。すげえリアリティ。ちょっともう食べたいもんね。ここにサーモンつけてる女子が逆におしゃれ。サーモンが完成しました。こっちの方がなんならちょっとうまそうだしね。酢飯作りに行きたいと思います。酢飯もねキラキラしてた方がいいと思うんで、キラキラを入れようと思います。ちょっとねシャリはねスピードが命なんで、ここからちょっと速さが勝負なんで急ぎます。ちょっと熱いけど、まだ熱いけど。まず、ここサーモンにドッキングさせます。はい。でですね、これイヤリングにするのでここ穴開けます。普通だったらこれで終わりなんですけども、ちょっとデカキン細部にこだわりたいので、このストローをですねシャリ型に曲げまして線を描いていきます。で、ちなみにこれ本物と比べるとこのぐらいでかいな。俺のサーモンでかいわ。ちょっとはい、これですね。完全に僕の作ったやつの方が鮮度がいい。酢飯感もほら、ここ酢飯感すごいじゃん。ほら、まあまあちょこちょこ酢飯感はありますね。どっちを食べたいか、絶対こっちじゃない。鮮度がいいもん。イヤリングにします。穴開けといたんでここにこう刺します。僕ね、あのピアス開いてないんですよ。なんでクリップでイヤリングにしようと思います。この中にあのわさび入れ忘れたので、わさび色のグリーンにします。で、この両方に通します。できました。これがサーモンのイヤリングですね。アクセサリーとかこんな簡単に作れるんだ。じゃ早速つけます。あ、痛い痛い痛い、あ、痛い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 。あ、でもどうどうどう、ついて痛い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 、あ、痛い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 、あ、どうこれ痛い痛い。あ、もう築地のお釜だわ。お腹の周り皮下脂肪。痛い痛い、もうダメもうダメ、痛い痛い痛い、痛い痛い、やば、二度とつけないわこんなもん。